おおきにさゆりです。今回はニューヨークから京都に逆輸入されたお店をご紹介します。そちらのお店はニューヨークで人気の日本料理レストランが京都にお店を展開されてます。そこに朝ごはんを食べに行きます。ほな行こうか。今日も京都でぼちぼちお店にやってきました。今回のお店はロリマー京都です。ニューヨークで人気の定食屋さんの味を京都で味わえます。外にいろんな商品が並んでます。ニューヨークって聞いてたんですけど、京都の街並みに馴染んでます。場所は地下鉄五条駅から徒歩3分。明るくモダンな店内、キッチンがよく見えます。メニューはこんな感じ。13歳、15歳、15歳ニューオの3種類です。京都らしいお茶のメニューもあります。カウンター席からよくキッチンの様子が見えて楽しいです。先にご飯とお味噌汁、目の前で盛り付けてはります。お魚の皮をバーナーで炙ってくれはります。魚にキウイ乗ってるなんてニューヨークっぽいのかもしれません。私が注文したのは13歳。3品のおかずとお魚がついてます。お味噌汁にサワラのオレンジバームとキウイ焼き、椎茸と大葉のジェノベーゼチーズ焼き、自家製卵焼き、浅漬け、あとご飯です。見た目にも鮮やかな朝ごはんです。それではいただきます。まずは冷たいお茶を一口。次は味噌汁。出汁が効いててほっこりします。白味噌寄りの合わせ味噌って感じです。こちらは浅漬け、カラフルです。さっぱりとした浅漬けです。ご飯も美味しいです。サワラは漬け込んであります。皮もパリッと焼けてます。味噌漬けみたいに味が凝縮されてて、ほんのりオレンジの香りがします。低温でじっくり焼かれた卵焼き、ギュッと詰まってて鮮やかな黄色です。柔らかくて甘みがあります。あんまり食べたことない感じの卵焼きです。ご飯の上には昆布が乗ってます。こちらのお店はブルックリンで人気のお好みっていうお店の姉妹店だそうです。和食の中にどこか洋のテイストがあるのはニューヨークだからかもしれません。椎茸と大葉のジェノベーゼチーズ焼き、上にエディブルフラワーが乗ってました。ジューシーな椎茸とチーズの旨味がよく合います。
ジェノベーゼソースもいいバランスです。キウイと魚の組み合わせは初めてです。半分に切ってお魚といただきます。キウイとサワラを一緒にのせて、甘酸っぱいキウイとサワラって意外と合います。サワラがキウイに合うのはオレンジバームに漬け込んであるからかな。一つ一つ手が込んでて、ここでしか味わえない味でした。お値段は安くないですが、その価値ありです。王道の和食のテイストはありつつ、新感覚の部分もあるって感じです。最後までご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。